むしろ、みんなの前がこうやってね、ガラスになってますね。ガラスになってるんですけれども、残念なことに、ヨミさんからみんなの姿はぼんやりしか見えてないんです。決まってものすごく目が悪いです、ね、強度の気になんです。その代わり、匂いを嗅ぐから嗅覚は大変優れていて、無料で優れているとか言われているようになります。それで、探しに行きますから、そういうところをね、見てみようと思います。はい、じゃあね、早速ちょっと準備がありますから、ヨミちゃんには一回ね、体験してもらいたいと思います。